T90 ガレージプレゼンツ、さややパルプンテラジオ。皆さんご機嫌いかがですか。 AKB48 チーム B、 さややこと川本さやです。今週も始まりました T-by-T ガレージプレゼンツ、さややパルプンテラジオ。ということで、年が明けて少し経ちましたが、今年私は初福袋を買ったんですけど、いつもあまり買ってなくて今年も買わない予定だったんですけど、せっかくの初めての東京で過ごす1年の始まりということで、なんて言うんですかね、初めらしいことをやってみたいなと思ったので、福袋をみんなと一緒に買ってみました。洋服の福袋を買ったんですけど、いつも北海道にいる頃は買ったことがなかったので、開けた時の楽しみとかワクワク感とかが初めて今年味わったので、すごく新鮮な気持ちだったので、またそのワクワクを来年味わいたいなと思うので、来年も福袋に挑戦してみたいなと思います。ということで、たくさんのメッセージを皆さんからいただいたので、少しずつ読んでいきたいと思います。北海道のアミノスケさんからいただきました。さややのラジオすごく楽しみにしていました。ありがとうございます。さやや、初めてのラジオなのにすごく上手で感動しました。さややにはいつも元気をもらっているから、さやも元気で頑張ってください。嬉しいですね。最初のラジオはすごく緊張してて、まゆさんに助けてもらったので、たくさんなので、こう上手って言ってもらえたり、元気をもらってるって言ってもらえてすごく嬉しいので、私もたくさん元気をあげれるように頑張りたいと思います。続いて、静岡県の秋広さんからいただきました。さややへ、静岡でラジオ聞きました。ありがとうございます。AKB48 のじゃんけん大会を見てからファンになりました。これから一人でのラジオ大変だと思うけど、様々なことを経験して成長していくさややを楽しみにしています。さややの魅力や北海道についていろいろ教えてください。ありがとうございます。じゃんけん大会をこう見て好きになったって言ってくださる方もすごくたくさんいるので、こうやってラジオも聞いてくださってすごく応援してくれて嬉しいんですけど、やっぱり北海道の魅力を知りたいって言ってくれるのはすごく嬉しいので、ラジオでもたくさん北海道の魅力について喋っていけたらいいなと思います。ありがとうございます。続いて、東京都のさやや神推しのハグくんからいただきました。さやや、こんにちは、カメスープ。あ、こんにちは、カメスープです。いよいよ始まりましたね。話のペースも声もとても聞きやすいですよ。毎週楽しみにしています。頑張ってね。また握手会にも行きます。ありがとうございます。すごい、ハグくんさんからいただいたメッセージなんですけど、話のペースや声など、すごい褒めていただいてありがとうございます。ぜひ握手会でも待ってるので、ぜひ来てください。続いて、埼玉県ケンジさんからいただきました。さやや、初冠番組おめでとう。初めてのラジオパーソナリティで緊張すると思いますが、そんな緊張しているさややも初々しくて可愛らしいので、毎週楽しみにしていますね。ありがとうございます。本当に最初は緊張していたので、もうカミカミだったり、すごく聞きづらい部分もあったかなって思うんですけど、すごい聞いていただけて、可愛らしいと言っていただけてすごく嬉しいです。毎週楽しみに聞いていただけるように頑張ります。ありがとうございます。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。これからも感想などぜひ送ってください。メールアドレスは spr@air-g.co.jp です。ではでは、今日も張り切っていきたいと思います。最後までお付き合いお願いします。ティーバイティーガレージプレゼンツ、さややパルプンテラジオ。この番組はバイク自転車三輪車買取ティーバイティーガレージのチーム B の提供でお送りします。プレゼンツ、さややや、パルプンテラジオ。 AKB48 チーム B の川本さやがお送りしている T-by-T ガレージプレゼンツ、さややパルプンテラジオ。今日も AKB48 から素敵なゲストが来てくれています。こちらの方です。
はい、はじめまして、パルプンテラジオを聞きの皆さんAKB48 チーム B の倉持あすかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日は倉持あすかさんにお越しいただいたんですけど、はい、お互いの印象っていうことですけど、前、はい、倉持さんに、うん、なんか印象を聞いた時に、うん、なんか最初ふわふわしてるように見えるねって言われて、そう、でも中もあんま変わんなかったって言われたんですけど、そうなんだよね、どうですか？もうチーム B で結構経ちましたけど、はい、一緒にやって、うん、変わってないね。なんかね、ほんとさややのいいなって思うとこが、私とか、はい、まあ、誰か他のメンバーが喋ってる横でさややがいつも笑ってる , 笑って、私しかもツボが浅くて何でも笑っちゃうんです、すぐ、ね、怒ることないの？あんまりないです。ママと喧嘩するのはたまにありますけどないんですよ。なんかいつも本当にニコニコしてて、嬉しい。なんか自分がこう面白いこと言ってるような気持ちになる面白いですよ。チーム B のメンバーみんな面白くて、うん、嬉しい。ずっと笑ってます。でもツボが浅いだけでしょ。浅いです私は、うん、倉持さんはすごいお姉さんの印象でした。なんか大人、いや今もです。今でもすごいなんかキャプテンで尊敬してるとこもたくさんあるし、うんうん、でも第一印象はすごいお姉さんだなって思いました。喋りにくかった？私、いや、そんなに、はい、よく言われますか？なんかね、私喋らないと怒ってるってよく言われることが多くて、怒ってるように見えるってことですか？そう、なんかね、困り顔みたいな顔ができなくて何顔ですか？マジ目顔、うん、キリッと顔新しいなんか基本なんか何でもあどうしようとか思っててもあんま人に分かってないっていうか、見た目は落ち着いてるってことですね。見た目だけねじゃあキリッと顔をちょっと流行らせましょう。ね、流行ってほしいねって田野ちゃんとずっと言ってて。田野さんもなんですね。そう、田野ちゃんと二人でもういつかキリッと顔が流行る時代が来ないかなってずっと言ってるんだけど、 なんですね、なかなか来ないですね。まずチーム B から流行らせます。から流行らせましょう。はい、じゃあ、はい、AKB のメンバーにすごい変わったニックネームつけてるじゃないですか。だから私にも何かありますか？さややでしょ。変わったニックネーム、さやや。私さややかさやちゃん以外呼んだことないよねないですね。そうだよね、はい、何がいいかな。でもこの私、まずパルプンテラジオっていう、はい、名前がをもっと広めたいなと嬉しい思うので、パルプンテちゃんそこからだんだん、はい、なんかね、ニックネーム私どんどん進化していくので、ね、最終的にパルプちゃんとかになるかもしれないけど。わかりました。パルプンテちゃん、わかりました。じゃあしばらくしばらく今年流行らせましょう、はい、パルプンテという言葉を。パルプンテとキリッと顔を流行らせます。じゃあチーム B から、はい。じゃあ倉持さんが AKB に入ってもう、うん、8年目ですか？8年でなんか一番変わったこととかありますか？一番変わったのは、はい、あの人前で喋れるようになったこと。喋れなかったんですか？全く喋れなくて、意外、なんか喋れそうなイメージ。なんか本当に人前が嫌いで、授業中もまず当てられることも嫌だし、その名前を人前で言うこともダメで、家にお客さんとかが誰か来たりとかして、おーアスカちゃんって言われるのすら嫌で、そうなんですね。いつも家に人が来たら、あの洗濯機の横ってちょっとスペースあるじゃない、あそこに挟まってたのずっと、クローゼットの中に服と一緒にこう紛れてで、そのお客さん帰るまで出てこなかったりめちゃくちゃ人見知りで、でも私も人見知りです。さやちゃんの人見知りだよっていうのは、あの梅田彩香ちゃん、梅から聞きました。チームになる時にさやちゃんとあえりだけドラフトの時のイメージしかなかったから、はい、梅にメールしてさやちゃんとあえりはどんな子って言ってメールしたら、2人とも人見知りだったそうなんですよ、人見知りなんです。でもだいぶ、でも克服してきてない？だいぶ話せるようになりました。そうだよね、たくさん先輩とも、はい、今はあんまりこう人見知りだなっていうイメージよりかは、こういつもニコニコしてるイメージの方が、よかったです。嬉しいです。よかったです、うん、私も克服しましたけどいつをきっかけに変わりましたか？私が喋れるようになったのは当時の高橋チーム A になってから。じゃあ私もちょっと頑張って MC 上手くなれるように頑張ります。これからですよ、今成長してますから、はい、頑張ります